市塚古墳は、現在の宮城県仙台市大白黒区屋一丁目にあった古墳である。直径20から30メートル。古墳時代中期あるいは、後期の古墳と推定される円墳で、1906年に発掘され、墳休暇の石室から、石棺と銅鏡、曲が玉、ガラス玉、金輪などの副葬品が発見された。後に破壊され、現存しない。 石関東京国立博物館展示。仙台市都心部から南西にある大都寺山の南方の中石平地に作られた。かつては約300メートル西に二塚古墳があり、1キロメートルほど離れて北東にカブト塚古墳、南西には裏町古墳があった。一塚古墳はこれらより、あと6世紀頃に作られたと推定される。直径は、 約36メートル、22から23メートル、15メートルとも、いい、高さは3.6メートルほどあった。前方後円墳説もあるが、円墳とする説が有力である。当時周囲は、水田で堀の有無は不明、埴輪は見つからなかった。1906年4月6日に発掘したところ、噴丘の下六十センチほどのところに、石の破片を積み上げて作り、 板状の石5枚で蓋をした縦穴式石室が見つかった。石室の中に家型石棺があったが、石室は棺に密着しており、石棺を置いてから気づかれたのではないかという。棺の中には道橋などの副葬品が置かれた。石棺は墳丘の中心からやや外れたところにあった。内部を 能型体の空洞を作るようにくり抜いた石で、上に蓋として乗る石が、家の屋根のような傾斜を持つ。長さ238センチ、幅90センチ、蓋を除いた、高さが58センチであった。上下とも、横に左右二つずつ、短く太い円柱が突き出ており、縄をかけるためとされる。棺の中と、上下の石が接する部分には、種が塗られていた。 家型石棺とされるが、船型石棺に分類すべきとの説もある。この石棺は、東北地方では異色の立派なものである。考古学的発掘が、未だ少なかった時代には大いに注目され、機内の大古墳から出るものに比して少しも遜色ないと、評されたが、後には、機内関東湿度の家型石棺に比べると、粗末な感じは覆いがたいという評価も下された。 発掘時に石棺内部には水が溜まっており人骨は見つからなかった。副装品として同鏡一枚。曲玉五個、ルリス製小玉多数、活石製小玉六個、金管一個が見つかった。鏡は16.1センチメートルの白銅製で背面の模様に摩耗が見られた。すり減ったのは電生を重ねたためと考えられる。 五感の後半に製作された白菜鏡と鑑定されたが、後には国産とも解かれた。小玉は中央に紐を通すための穴を持ち、滑石性は計約4センチメートル。ガラス玉は濃淡様々の青い玉が438個、緑色のものが20個あった。配置状態は不明である。金輪は針金状、金星で、 別の形をしていたものが発掘後に歪んだという。古墳と判明する以前の江戸時代から、地元では、水田中の二つの地面の高まりを一つか、三つかと呼んでいた。特に言い伝えがあるでもなく、発掘の数年前から塚の上は、畑として工作されていた。当地が、名取郡茂ヶ崎村に属していた1906年4月6日に、 地主の佐藤いよいよ総期地外地図の東北部を崩して土を取ろうとしたところ、中から石棺が見つかった。石室内部の石棺には水が溜まっていたが、その中から副葬品が得られた。異物は定室博物館に収められ、石棺は道打棒陳列館に寄贈された。陳列館の閉鎖で石棺が一時行方不明になったが、現在では、 石棺と遺物の大半が、定室博物館の後ろ身である、東京国立博物館に、鳥文京が、東北歴史博物館にある。1918年にも墳練は畑になっていたが、後に崩され、1950年頃は、茅場製作所の寄宿舎が立っていた。さらに後、周囲は、住宅地に変貌し、近くに、仙台市立町町中学校ができた。 仙台市教育委員会が立てた案内板の他にかつての古墳の存在を伺わせるものはない。ありがとうございます。